弓騎兵は弓を装備し、騎車を行う騎兵である。ユーラシアステップ地帯に住む遊牧民によって編成されることが多かった。イルハン朝の弓騎兵画は15世紀、ティムール朝時代モンゴル地方の戦費の弓騎兵らは、北義を建国した。移動中の馬上における騎車は両手を必要とするため、騎手は高度な馬術の技量を要求され、またそれに対応する。 馬の訓練もしなければならないため、必然的に弓騎兵は馬術に優れ倉やアブミなどの、より進んだバグを持つ遊牧民によって構成された。スキタイ人、サルマタイ人、フン族、マジャール人、トルコ人、モンゴル人の弓騎兵が有名で、これらの部族との戦いで、大きい損害を受けていた官民族、ローマ人なども弓騎兵の編成及び、雇い入れを行っていた。 ブレの古服記者は有名である。日本では映像が軽装甲の弓騎兵で構成されており、鎌倉時代前後の武士も弓騎兵が主力であった。また、西洋人到来後の北米先住民にも優れた弓騎兵が存在した。弓騎兵は非常に機動力に優れ、その機動力を活かした偽装退却と記者を繰り返す戦術などをとっていた。 一見決定力不足のようにも見えるが、合成弓の改良が重ねられ大きい殺傷力を持っていた。銃騎兵や不評などを攻める際には必要な汽車で人形を崩し式が低下した敵を追撃する戦法を取った。一般に弓騎兵は弓が扱いやすく、また馬の速度を活かすために、軽装備で日常でも用いた衣服のままが普通であり、 防具をつける場合でも防寒も兼ねたキルティングの鎧や、簡単な強行と兜を使用する程度だった。ただし、十字軍以降のイスラム世界、モンゴル帝国の一部の騎兵、鎌倉時代の日本などには重装備の弓騎兵が存在し、こうした弓騎兵は、幾分か機動力を失ったものの別の重装騎兵の援護や、軽装備の弓騎兵が追い詰めた敵の殲滅などには、一役か。た。 こうした遊牧民のほとんどは、小銃の機能が向上し前世する時代になっても、弓騎兵として戦場で戦った。ありがとうございます。